テーマモルアリ、ジワ震災。新末の官僚、技術者。三島省日賞出身。1835年に紳士となり、戸部主治、軍機承系となった。天文学、歴学に通じ、機械の扱いに長けていた。アヘン戦争で、イギリスの蒸気船、火宝に敗北すると、テーマモルアリは、蒸気機関や火器の研究に取り組んだ。当時は、 西洋の技術は伝わっていなかったが、テーマモルワリは、力学、科学、工学の知識を駆使して、独自に西洋のそれと同じものを作り上げた。この研究は、大学支度、平天の指示を得て、踏みやす、女優、水野エラと共に、天津で、地雷や、火器の実験、製造を行った。年、大学史が、太平天国の乱のに、 厚生省に赴むくと補佐として同行し、太平天国の恋王を捕らえ、その兄の恋悪鬼に投降を迫った。その後、甲州禅の兄弟を自称する甲太禅の御僧にあたり、院外郎に昇進した。後に、兵部少所孫ず一員に従って、三島省に赴き、石神なり、石砲を製造して、防衛に当たった。1860年、京里の日照圏に戻って、 統地下を築いて要塞化し、年軍を医師法で大いに威嚇し、信仰を断念させた。1862年、直令省、公平県に派遣され統地下を200カ所築いて、年軍の北上を断念させた。先行により子、北忠し家道、あぜ代理となった。著書に平定飛躍がある。ありがとうございます。